大石騎士のうち、長瀬尾流に属する一族は実直の頃、国賀の関係者として、武蔵国に土着した、伊勢国との関わりが深い。一族には、大石の他に、品川氏、春日部市、堤氏、牛尾田氏がいる。なお、春日部氏は、源頼政の老党であったと考えられる。大井美春は、受栄3年3月、伊勢国の兵士残党、平身権の政党に参加する。 元略2年1月、源義経廃賀の官藩を務める。文治元年11月、伊勢国区和名軍香取五が佐藤を所領とする。元旧元年12月、大森佐藤所領とする。その後も、大石は品川氏と共に、源頼朝の随病に選ばれるなど工遇されていた。また大井見春は、海力の持ち主で、源頼朝の御前で模様される相撲の選手でも、 あった。参考文献小笠原町、清の七男友光が、上級三年の上級の乱における、宇治川の合戦での先行により、品の国策軍を大磯の児頭となって同着したのが、起源とされる。同時に、伊賀国にも、所領を得た。友光の子、長子は、公安三年、亀山上皇の午前でやぶさめを披露している。公安二年、 同じ作軍内の友の僧を一辺が訪問すると、三長が自邸に迎え入れている。公安八年朝光の孫、雪光の第二下月騒動が起こり、友の僧の児童で、小笠原家総領職、友の氏が没落。大石はこれを契機に、作軍内に勢力を拡大していったとされる。南北朝の動乱期は、本家小笠原氏に従って、足利法として活躍。中仙台の乱で、 足利高氏が、北条時行から鎌倉を奪回し、そのまま、五代醐天皇から離反すると、忠房親王を大将として、東山道を進軍する南朝方の軍により、王以上は、激しい攻撃を受ける。小笠原一族や村上市など品野の足利方の、支援を受けるも、この戦いで、王以上は落城の浮き目を見る。だが東海道を進んだ、新田義貞軍が、 箱根、竹の下の戦いで大敗したことで、東山道軍も京都に撤退した。大石は、大井城を復旧させるとともに、以後も北朝方の有力将として、品野の北条残党や、南朝方と戦いを続ける。この時代、長行の老いにあたる大井海守光三長が、品野守護、小笠原正長の守護代を務め、将平五年には、 足利忠義の命令で、品の国立所大倉郷の自動職をめぐる争いを調停するなど、勢力を拡大させていった。しかし、三永の子、大井光則は、応永7年の大東合戦では、品の守護の小笠原長秀に加勢せず、戦いに敗れて、塩崎城にこもった、長秀の救出の身にしか動かなかった。その後、光則の子、大井持光は、 近隣の足出しや平貸しなどを下し勢力を広げ、影響十年の影響の乱で自害した鎌倉公方足利持氏の維持、長戸潮を庇護し、柿津元年の有機合戦では、有機氏もに、長戸潮を送り届けるなど、地理的に近い関東の情勢と関係を深めていく。持光の子、大井正光も、京徳三年の京徳の乱では、茂氏を支持して、関東に出陣したが、翌年に、 重氏が鎌倉を追われて、下佐古川に移り座すると、大石の関東での影響力にも陰りが出始める。明法時期には、文明元年や文明四年に、大石など、品の杖が海の国に攻め入り、文明九年には海の勢が策に進行して敗北した記録が残されており、当時種後武田氏の力が弱かった隣接する海にも進行していたことがわかる。しかし、 文明十一年には、同じ作軍内の同族、友の氏との戦いに大敗し、大井正友が生け取りとなり、大石の出事愛騎士が討ち死にを遂げる。この戦いで、友の死法には、大石に、たびたび信仰されていた甲斐の武田信政が、加担していたと言われる。文明十六年、大井正友から、弟の安房丸への代替わりに、小さ型軍から、 作軍に勢力を伸ばそうとしていた村上氏の構成を受け、大井上は落城し、大井宗家は滅亡する。宗家は滅亡したが、甲斐、武田氏系統の長久保大井氏の大井県警が、大井上を継ぎ、岩を、耳取り、足田、愛木など一門や、家臣も存続した。これら残された一族は、村上氏のより記号族的な位置づけとされるが、確定的な資料は残されていない。ただ、 与田氏など、それまで、大石に従属していた所属の多くは、村上市の元に移っており、実質的に、作軍は、村上市の影響下に置かれた。英章6年、将軍足利議員は、関東官令、上杉秋貞に命じて、大井京万と、友の上京の和睦を図ったが、劣勢に陥った友の氏は、甲斐の武田信虎を頼った。その後、英章16年に、 信虎が、作軍平賀城を攻めたのを皮切りに、武田氏と村上氏の争いの場となり、大石、平賀氏、与田氏をはじめとする作軍の豪族も、村上氏や武田氏、さらに、関東関連山内上杉氏などの間で、理合集散を繰り返し、やがて天文十二年には、長久保城の大井貞孝が、武田春信に敗れ、弟の大井貞清は、岩尾城の大井よう、 大や小室城の大井高生と共に、武田氏に侵入した。戦国末期になると、武田氏が滅亡し、徳川氏、御法上氏、上杉氏の勢力が死なのに伸び、大石一族も巻き込まれていく。天正11年、作で唯一残った御法上法の、岩尾大石の大井行基地が立てこもる岩尾城攻めで、徳川方の与田信ブと弟の信ブが戦死を、遂げている。一方、 耳取り大石の大井正成が、徳川氏の家臣となり、旗本として存続した。長久保氏などの氏族がある。なお、では国由利軍の由利十二頭のほとんどが、大石の所流を称している。大石経図判例。一実戦は、実施、転戦は要使。違本に、二おい伝太郎、五、藤崎、法明光年。違本に又三郎、大石を総領分層論事異例殺害的人。 雪光、仙台寒廃佐渡国、古長禅寺、大石は、海の国駒郡大石を本拠とした一族。平安時代後期に、日立国から源の乗り木を、清光が、海の国へ留財となり、その子孫は、盆地各地へ進出するが、清光期の西氷在地豪族に、大石が見られる。南北朝時代には、秋守後、 武田信武が開し後となり会へ土着するが、信武の三男信明は、大磯へ入部して、大石を称した。室町時代には、上杉全州の乱により、守護武田氏の権威が失墜し外各地では、有力黒人領主が台頭した武田氏に対抗する。戦国時代に、大石は、軍内領主の小山田氏や河内領主の穴山氏、東軍の栗原氏と並ぶ。 西軍の有力国衆として台頭する。高城再起演山工学暗証年代記によれば、大井新たち、新行は富田城を本拠とし、穴山新県と共に、駿河国守護の今川氏に属した武田氏に対抗する。新たちは、永生17年に武田信虎と和睦し、娘が信虎の性質となり、着南太郎を生む。大英元年9月には、 今川氏の武将福島氏が海へ進行し、富田城を攻略し甲府まで進行している。信虎木には海の統一が達成され、信虎、春信武には今川氏と同盟が結ばれ、西郡地域は安定する。新たちの子息には、新行、新常、武藤新行、武藤常将がいる。新行は父、新たちの出家により、家督を継承し、 協力四年二月二日に死去する。神行の子、神溜めは、神行の没後に家督を継承し、信虎の娘、亀子良人を妻としている。高城再記によれば、天文十八年六月二十七日に、叔父の神常が、なしろとして家督を継承しており、神溜めは、この前後に死去したと考えられている。神たちの次男、神常は、 武田春信の品の信仰において活躍している。一方で家人としても知られ、天文16年には、三条西三条の海月校に際して、武田信竹や武藤信行と共に抱えを行っている。新常は、新ためが死去するとなしろとして、家徳を継承する。新常は、天文20年7月14日以前に死去したと考えられている。新たちの子、武藤信行は、武田家親族衆。 武藤氏を継承し、天文19年10月1日に、砥石崩れの際に戦死したという、神たちのむつを、武藤常将は、神、行の後を継いで、武藤家を継承したと考えられている。神常の子、神春は、神常没後に家督を、現在の南アルプス市鮎沢には、臨在囚人院の古長禅寺が所在する。長禅寺は、神言囚人院の最高寺が前身とされ、 南北朝時代に、武装祖織が中高して、臨済衆寺院に改められたという。戦国時代には、臨済衆明神寺派の僧、木秀元白が招かれて、住職となる。紀州は、武田晴信の学問の師となり、後に、晴信により長禅寺は、甲府城下に移転され、甲府御山の第一位となった。これが、現在の甲府市あた町に降る長禅寺とは別に、 所在する長禅寺である。また、紀州は、大井夫人の葬儀の際の同志を務めている。天正10年、公衆性抜によって、武田氏滅亡の後、大井氏は機能したと伝えられる。大井氏、ありがとうございます。